カムバック健康恐怖の現代病も怖くない病気であっても健康になる道がある病気は過去の自分が作ったものであるが反省と努力によって今よりずっと健康に暮らすことはできるそれはこれからの自分が決めることである病気は一日にしてできたものではありません 長年の生活習慣や環境が大きく影響していることは誰しも知っていることでも現実にどうしたらいいか測りかねている人がほとんどではないでしょうかそれもそのはず病気になりたくてなる人はいません間違っているとは気が付く暇もなく仕方なく病気になっている人がほとんどだからですとかく現代人は病気になりやすい生活をしています 病気は、それとは、気づかさせずに忍び寄る小悪魔的性格を持っています。ちょっとした隙に入り込んで、本人が気が付く頃には、自分の領域を確保し、戦闘能力が数段と膨れ上がっていることが多い。長い月日をかけていついた病気に退散願うのは容易なことではありません。また、今まで続けた生活習慣を改めるのも、 大変なな勇気とと忍耐力が必要となってきます。しかし病気に好き勝手されて困るのは自分ですからここは勇気を出して決心してもらいたいと思いますところであなたはなぜ病気になるとお考えですかそれが分かるぐらいならこんな本を読んではいないと叱られそうですが病気を治すということは自分を治すいわゆる自分の 今までで行行ってきた行動考えのの転換改善すするとといいうことに他ならなら病気は体の危機状態が症状として現れたものですがこのままもっとひどくなると「体が破壊されますよ死んでしまいますよ」というメッセージと捉えることもできます「健康を無視した生活をしていた自分に対する警告ですね」 健康と死の中間点が病気なのです。健康になりたいのか死にたいのかが今自分に問われているのだと解釈してほしいのです。病気を通じて気づきの機会チャンスを与えられているのです。病気はチャンスです。あなたにはチャンスが待っているのです。もしあなたにチャンスがなかったならば自己死や天才に見舞われ 予告のないい死を迎えていたでしょう自分を治すと言っても何も成人君子になれというわけではありません。病気にかかりやすい体になる生活から抜け出し病気が住みつけない体づくりをすればいいのです。具体的に言うと病気には必ず病気になる原因というものがあって病気そのものは原因に対する現れに過ぎず。 そのの原因にに健康になるる鍵が隠されているのです。現れ自体はその原因に支えられ活躍しているわけですから原因を取り除き病気の根を立てばいずれ病気は消えることになりますこの本は病気の原因を皮膚と腸の問題から解き明かし病気で患い苦しむ多くの方が病気になる方向から健康に戻る方向へと変わり 幸福な人生を歩んでいただきたいと願っています。